村山隆兵公設美術館は、兵庫県神戸市東灘区にある東洋古美術を中心とした美術館。運営は公益財団法人公設美術館。朝日新聞社創立者で茶人でもあった村山隆兵の収集品を収蔵展示するため、1972年に財団法人公設美術館が設立され、翌1973年に開館した。 官名の公説は村山の号である。村山は伊勢国の出身で上野リーチと共に朝日新聞の創設者である。高橋健三、岡倉角蔵らが中心になって1889年に創刊された美術雑誌国家は創刊後間もなく経営難に陥っていたが、その苦境を救うため朝日新聞社が同志の発行元となったことが 村山が古美術に関心を持つきっかけになったという。収集は、刀剣部具から始まり、仏教美術、茶道具へと広がっていった。所蔵作品数は、重要文化財19点、重要美術品23点を含む422点。さらに、村山家より、約1600点は帰宅されている。なお、公設美術館の収蔵品の中には、村山の娘婿で、後に、 朝日新聞社長となった村山長隆の収集品5点や開館後の購入、受蔵品7点も含まれている。運営主体である公益財団法人公設美術館は株式会社朝日新聞社の発行済み株式の10%を保有する第5位のまた朝日放送の同7.0%を保有する第3位のテレビ朝日の同5.00%を保有する 第3位の大株主である。2018年3月21日、朝日新聞大阪本社の所在地でもある、中野島フェスティバルタワーに分館として、中野島公設美術館を開館した。公設美術館、摂州山水図日本会画中国会画、彫刻工芸品書籍、古文書転居2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による、 旧村山邸の建物六棟及び土地が2011年に旧村山家住宅の名称で国の重要文化財に指定された。明治末期から大正期の建築である。敷地の中央南よりに書院棟が立ち、その東に玄関棟と美術像、玄関棟の南に洋館と衣装像が立つ。書院棟の北方には渡り廊下を介して茶室棟がある。茶室棟は 矢吹や燕あんうつしの茶室、玄庵と四畳半の茶室、公設からなり、玄関、待合、寄付、腰掛け、砂接近、腰掛け待合が付属する。建物は自然の寄付を生かして配置され、各、建物間は渡り廊下で結ぶ。明治末期大正期の大規模邸宅が、付属建物や庭園を含めて保存されている点で、貴重であり、土地を含めて、 重要文化財に指定されている。ありがとうございます。